ましたけれども、アニメは今やっぱり日本ですよね。日本のですね。あ、ごめんなさい、何でもないです。そう、熱気球の話をしようとしたんですよ。熱気球ってこれ夜飛べるんですかね。誰か知ってる？熱気球関係者の方いらっしゃる？いや、いない外にいるのか、そうか、そうですよね。ね、熱気球、ね、僕もし乗れるんだ、夜乗れるんだったら満月の夜に乗ってみたいなって思ったんですよ。で、ここでムーンリバーを聞いてもらおうかなと。はい、ありがとうございます。トランペット、及川和彦さん。ありがとうございます。あったいい作品。白石よい。初登場。はい、
及川渡る。はい、触ってみて。はい、関東でいいか。はい、今回は地方でお送りいたしましたムーンリバーでした。ありがとうございます。僕もだんだん息が上がってまいりました。はい、こうやって金管楽器ですね、先ほどちょっと説明しましたけれども、基本的には同じ原理で全部鳴ってます。唇を震わせて、マウスピースを鳴らす。で、その先に、楽器がついているというようなことで、基本的には同じ原理でやっています。なのにですね、やっぱこうもですね、キャラクターが違うんですね。面白いですね。ベルの向きも違ったり、トランペットなんかは構えると前を向きますよね。トロンボーンも同じです。前を向くんですけれども、ホルンは後ろを向いたり、ユーフォニウム、チューバーを上を向いたり、でもこうやって合わせるとこう音楽にきれいになるというような、不思議な、僕も不思議だなと思うんですけれども、なかなかね、これ合わせるの大変なんですよ。僕ら、先ほどちょっと紹介したんですけど、僕ら、プロの楽団ではございません。普段ですね、市民吹奏楽団ですので、普段はサラリーマンであったりですね、主婦であったり学生であったり、普通の生活を送っているメンバーです。で、土曜日の4時間、5時から9時まで、1週間に4時間です。この4時間を利用して、音楽を楽しんで、音楽に磨きをかけて、で皆さんに、知ってもらいたい、伝えていきたいという思いでやっております。はい、ありがとうございます。準備はいいですかね。大丈夫ですかね。ここでですね、さっきの話をしたかったんですよね。さっきディズニーやりましたよね。で、やっぱり漫画は日本ですよねっていう話をここでしたかったんです。このね、この下りをね、1行飛ばしちゃったんですね、僕この目をね。本当にもうね、やらかしましたね、本当に。はい、日本のアニメの代表といえば何でしょうかね。何でしょうね。ドラえもん、宇宙戦艦ヤマト。お姉さん、いいとこつきますね。僕も大好きなんですよ、宇宙戦艦ヤマト。もうこの話すると本当日が昇ってしまうんで、ちょっとね、ちょっと覚えておきましょう。宮崎駿作品のですね、いきたいと思います。宮崎駿監督の作品たくさんございますけれども、ここはですね、代表作と言われるですね、隣のトトロ、こちらを演奏したいと思います。Thank you.
登場、ホルン佐賀井美希、ユーホルディング大場優子、チーマー本間彩子、トランボン佐藤優子、トランボン佐藤優子、トランボン小池子、はい、ありがとうございます。はい、結構な大編成ですね。はい、アンサンブル、アンサンブルコンテストというのもございまして、12月に、ここで地区大会が開催されるんですけれども、まあ、この館内の小学校も出るのかな、小中高、あと我々一般という形の、クラス分けで出るんですけれども、アンサンブルの人間だってアンサンブルの人数の上限が8人です。で、下限が3人です。3人以上、8人以下、これをいわゆるアンサンブルということで我々呼んでいます。はい、まあ、2人だとデュオということになってしまって、アンサンブルじゃないで、まあ、アンサンブルはアンサンブルなんですけどね、まあ、10人でやっても100人でやってもアンサンブルはアンサンブルなんですけどね。はい、まあ、少人数のことをちょっとアンサンブルというふうに、日本ではというか、この辺では読んでいるというようなことになります。さて、皆さん準備はよろしゅうございますでしょうか。アニメの曲、今日本のアニメの曲やったんですけども、やっぱりアニメの発祥はアメリカですよね。ブレブレですけど。次はですね、また夜空にちなんだ、曲ですけれども、星に願いを、演奏したいと思います。Thank you.
メンバーになるのでメンバー紹介カット。はい、ということで欲しい願いをお送りいたしました。はい、ですね、先ほどあのアンサンブルコンテストの話をしたんですけれども、このイベントの話をいただいて、まあアンサンブルのコンサートにしようと、僕が、ちょっと思って、で、今一部なんですけども、二部で、今度木管楽器が出てきます。木管楽器というのはちょっとまた、二部も来てくださいね。2部は1時間ですので、もう1時間ちょっと外で遊んでもらってまた来てくれればありがたいんですけれども、まあ金管楽器のですねアンサンブルの曲をやろうというふうになった時にですね、一番最初にですね彼女がですね、日和ちゃんがですね、次やる曲を持ってきたんです。めっちゃ難しいですよ。今ここにいるメンバーすげえ緊張してると思います。で、多分皆さんもご存知ない曲だと思います。文明開化の鐘という、曲をやるんですけれども、金管のアンサンブルのコンテストで、よく金管八重奏、まあ我々金八なんてね、よく略して呼ぶんですけれども、金八でよく演奏される曲なんですけれども、まあ日和ちゃんはねこんなの片手まで吹けるわなんていう感じなんですけれども、まあもうジジイババアにとってはですねこれは大変な曲なんですよ。とにかく、トランペット、ホルン、ユーフォニウム、チューバー、トロンボーン、このそれぞれの楽器の特徴をそれぞれ生かして引き出した曲でございます。皆さんご存じない曲だとは思うんですけれども、ぜひこのですね金管アンサンブルのですねエッセンスを十分に味わっていただいて、いただきたいと思います。これが一部最後の曲でございます。それでは文明開化の鐘です。Thank you.
文明開化の素晴らしかったと思います。大きな拍手を。それではアンコールいただきますので、今日吹いたメンバー、あ、僕はちょっと休憩させてもらうんですけども今日吹いたメンバー全員でですね、隣のトトロをですね、もう一度演奏してですね、第1部を終わりたいと思います。ちょっと人数がですね、いっぱいいますので、ちょっと待ってくださいね、私のトークでつなぎますので、と言っても何にもネタがないんですけどもね。ひよりちゃん、うまくいったね、文明開化ね。さすがですね。いやー、後ろで本当に、いやー、うちの時間上手だったななんて、自分で勝手に思ってたんですけども。はい、それでは、第1部、アンコールいただきました。これで最後の曲となります。隣のトトロを演奏して終わりたいと思います。第1部、第2部はですね、1時からまたここで、木管楽器のアンサンブル演奏いたしますので、ぜひ、お越しください。はい、隣のトトロを演奏いたします。ありがとうございました。